ワードもこんにちは。パンチパンです。よろしくお願いします。季節の変わり目、それが4月ということで、新しい環境下で生活をされている方はどうでしょうか。パンチパンダリスナーの中にキャリーバッグを机代わりとして食事をしているリスナーを見かけましたが、すごい心が痛みました。私パンチパンダは本当にもう困っている。未だにベッドがありません。そんな中、皆さんも新しい出会いがたくさんあると思います。私パンチパンダも昨日のライブ配信中に小学生の女の子と仲良くなりました。キモいな。何だよ、うんこって呼ばれてんの。そう、うんこって呼ばれてる。誰だよ、うんこっつったやつ。なるほど。すごいバカにされてた。ということで、今回は未だに友達ができてない人も多分たくさんいると思うんですよ。新年度始まって未だに友達ができない人の特徴をまとめてみたんで、よろしくお願いします。ドン。ねえねえ、隣の教室の山田くんかっこいいって。え、見に行こうよ。下見になっちゃうよね。あ、よろしく。入学式どうだった。うん、あ、緊張した。へえ。俺、あ、俺全然緊張しなかったよ。余裕だよ。時々いる。ごめん、ちょっと待って。すいません、あの連絡先とかって交換にできたりとかって。あ、無理。あ、すいません、はい、ごめん、無理だった。ごめん、すいません、あの、もう、あ、無理、あー、無理、無理だった。同じ同性としては引いた目で見ちゃうよね。ねえねえ、担任の白石先生さ、ぶん殴ろうぜ。ダメ？あ、ダメなんだ、ごめんね、じゃあね。ちょっと近づくのが怖い。別に自慢ではないんだけど、ここだけの話だよ、ここだけの話。俺んちめっちゃね、ゴキブリとムカデが出る。うん、すごい、すごいでしょ。そう、ね、今度来てよ、今度俺んち、俺んち、ね、紹介するよ、俺んちを紹介する。俺んちのゴキちゃんとムカちゃん。まあ、これが話長いとちょっとイライラしちゃうかな。今日の放課後、あ、ごめん、ちょっと予定あるわ。なんか妹の自由研究手伝わなきゃいけなくて、そばとうどん混ぜたらどうなるのかっていうのでちょっとやんなきゃいけないから、ちょっとごめん。近づきがたい、話しかけづらい。田中くんって話つまんないね、面白くないってよく言われるでしょ。うん、多分思った。うん、ちょっと傷つくパターンね。え、何やってるの。あ、さゆりちゃんがゴミ箱捨てたんだよね、このティッシュ。ちょっとまだ使えそうだったから、ちょっと取っとく。じゃあ何やってんの。新年早々悪いんだけどさ、5000円。あって、早々小じきはきち。すいません、ちょっとお時間よろしいですか。あ、いや、あのですね、山梨県って、まあ、山あるじゃないですか。でも山梨県じゃないですか。だから山あり県に、まあ、通うっていう話なんですけれども、どうですか、この話乗りませんか。いや、なんか怖い。え、みんなお風呂入ってんの。え、すごいね。俺？あ、俺お風呂入ってないから。うん、風強い日に外出て風で体洗ってる。ちゃんとお風呂入ろうね。朝だよ。眠いのかな。今週の土日予定あるかって。あー、あるわ。ちょっと家リフォームするから、あの家、俺がリフォームするから。家バーって。そもそもやん。